1年半でチーフパーサーの資格を取って、そこからチーフパーサーとして乗務してます。 DNA ミックスで客室乗務しております、秋田と申します。よろしくお願いします。お願いします。私も同じく1年半でチーフパーサーの資格を取得しました。はい、そうです。さんは1年半で取られたというのは立候補制なんですか？だって何百時間飛んだら次のステップに行けるっていうのがあるので、そのところに行けたら立候補制でチーフパーサーになってみたかったら挑戦することはできます。はい、彦さんも1年ぐらいから代行といって、実際のチーフパーサーがいる便で代わりに CPO もさせてもらうっていうことを半年ほど経験して、2キロ目ぐらいになって訓練進んでいいですよっていう許可が下りれば、そのチーフパーサーの資格を取得できる訓練に進めるっていう制度なので、ただ何でしょう、かなり若い会社なので、チーフパーサー取ってからそういう CP として乗務する機会が多分他社さんよりも多いので、すごい早い段階からすごいそういう責任あるポジションを経験できるっていったところは良さというか、なんか思います。はい、複雑ですよね、私たち。いっぱいあるじゃないですか。ファーストクラスに関しては、あんまり路線もないですし、人数も2名でやってるので、推薦をしていただいて、チーフパーソンとして飛ばれて、あ、そうです、そこからその資格を持ってる方の中から推薦されて、他のクラスのメニューと違ってお酒の種類も増えたりとか、客室乗務以上というか、なんかレストランみたいな感じですよ、ね、そうですね、食材の説明とか、ワインの説明とかするっていうのは、会席料理で日本食はお出ししてるので、旅館の方のサーブの仕方とかもすごいお勉強になりました。もうザ・CA って感じのイメージで、もともと持ってるイメージとしてはやっぱりピーチさんは髪色も自由だったりするので、なんかすごい自分の個性とかをありのままになんか出せるような会社なのかなっていう風にイメージが勝手に持っております。さんはやっぱり小型機で飛んでらっしゃるので、すごいチームワークがいいイメージがあります。皆さん基本見なくて大丈夫です。Q400 っていう機材をミングさん運行してるんですけれども、それは CA が2名で、パイロットは2名で飛んでいるので、全部4人でフライトをするので、かつこう2泊3日とかステイの方もこう同じクルーで飛ぶこともあるので、便の間でお話しする機会とかもあったりして、ステイ先でみんなでご飯に行ったりとかっていうことも
あるので、少人数ならではのそういう仲の良さはあるのかなと思います。そういうのありますか？はい、ピーチもコックピット2名の客室4名が基本なので、結構指定先で時間あったりするとご飯とか行ったりします。ちょっと似てるかもしれない、うん、ピーチは髪型も色も自由なので、自分の好きな色にして個性を出したりできるので、けども安全はちゃんと堅持して運行してますし、清潔な印象をお客様に持ってもらえるようにそこは気をつけています。一食であれば大丈夫なので、あ、一食なら、うん、でもちょっと自由になったみたいなね。そう、うん、そう、清潔感をベースにしたちょっとこうルールがありますね。ちょっとずつピーチさんに近づいて使うと巻き方強く、巻き方は指定がないので、いろいろみんな自分で調べたりして、はい、清潔感があれば、うん、大丈夫。スカーフすごい、なんか私も首に巻きたいなっていやでもこのお色味がすごい、私は素敵です。派手なので、うん、どこにいても空港歩いててもすぐ基本的な訓練は多分変わんないと思うんですけど、うちならではの訓練とかなんかあるんですか？多分訓練自体は A 姉さんと同じようにやってると思うんですけど、私たちピーチはデモンストレーションの時に全部CA が実演するんですよ。モニターとかがないので全便デモンストレーションしてるので、やっぱり最初お客様の前に出てやる時はすごい緊張しました。スイングスはありますか？そのプロペラ機は乗る時は前に私たちも乗ってるので、音声にちゃんとついてこなきゃとかすごい狭い機内でやってるので、お客様に当たらないかとかすごい緊張しますよね。私たちは基本的には VTR を流すので基本的にはやらないですけれども、その不具合が発生した時とかに急遽アナウンスに変わったり、デモンストレーションを同じようにしたりするので、みんなでドキドキしながらゆっくりアナウンス入れるから大丈夫ってみんなで確認しながらやってます。ウィングスさんはウィングス運行ですって入れられますよね？そうですね。最初のご挨拶の時に便名とかと一緒に、この便はウィングス、ウィングスが運行しておりますっていう自分が入るんですけど、よく聞けると、あ、ウィングスだったんだってなんてことですか？あ、そうです。前名行き先を言った後に、でも言って、で、機長の名前とか言ってますね。基本的なアナウンスのマニュアルは多分ほぼ一緒です。うちも自然に伝わりやすいアナウンスは心がけていて、就航地の言葉で挨拶したりとかもしているので、そこは独自かなっては思ってます。沖縄はハイサイ、そこまでは決まりはないですけど、じゃあ自分の好きなそういうのは、はい、やってる方もあります。そういうちょっとしたことやらないですかね？季節のアナウンスをお入れすることもあって、そのなんかタイミングとかお客様の状況とかにもよるんですけど、修学旅行生とかいるときは楽しんできてくださいねとか、そういうメッセージとかを追加で入れることもあります。私が好きなのは石垣島。石垣だから夏休みとか旅行だとすごい行きづらいシーズンに仕事で行って、観光客の人と一緒にこう街を観光して島行きたい。私なんか結構福岡好きで、あ、私も一緒でした。皆さんどこ行くんですか？食事ハーフライトが月に大体1回ぐらいあるので、ステイ先でみんなでご飯に行ったりとか、ステイの
着く飛行機に乗ってるお客様とかにおすすめ伺ったりとかもします、こちらから、はい、地元の方だったら、あ、そう、地元の方だったらすごいいいとこ教えてくれそうです1日、例えばどれくらいフライトされますか？何人とか。だいたい3、4人。私たちも国内だったら多くて4人、うん、あとは国際線の往復が一番多分の場合は、マニラ往復が一番長いかも。1日1日は今は最大4便飛んでます。関西からだと九州の方に2往復したりとか、 あと成田からです と千歳、北海道往復してから九州の方往復したりとか、1日がかりのフライトもあるので、ちょっと体力勝負かなって今はすごい思います。ちなみに国内に詳しいのは一応どこの会社かな就航先が、まあ、北はもう稚内から南は宮古島、石垣島まで飛んでいて、まあ、ステイも各地地方含めてしているので、やっぱりおのずと詳しくなっているかなと思います。どうですか、皆さんおまけ術なんかありますか？おまけ術さんしか奄美飛んでないですね。そうですね、奄美大島は成田と関西から飛んでますので、奄美大島のご飯屋さんとかお客さんに聞いたりとかして、すごい旅行った時の参考になったりして、すごいフライトは楽しいです。感染千歳とか福岡とか、あと伊丹とか、その感染の路線も多いので、大都市でのステイに関してはウィングさんにも負けじとみんな詳しいところがあるので。コロナの時に副業でイタリアンレストランでアルバイトしてたので、ちょっと気にはなっていたんですけど本が分厚すぎてこれからなんですよ。いつかはやれたらいいなって思ってます。副業契約できますね。コロナ禍の時は学生時代働いてたホテルでフロントをやってました、うん、私は恋愛小説のライターさんをやっています今も、書籍化する際にちょっとこうなんか日本語が違ったりとか、主人公の髪色がいきなり次の日には変わってたりとかして、出る祖母がないように、ちょっとここはこうした方がいいの、こうした方がいいのですみたいなのをコメントして本にするお仕事です。中学校の時の英語の先生と仲良くしてて、その時客室乗務員っていう仕事を教えていただいて、それちょっと気になって、同じぐらいすごい、なんかそんな素敵な感じじゃなくて、本当に大和のデシコに憧れてグッドラックもやってたので、かっこいいです。高校時代から航空業界に入りたいと思っていて、で就活を始めた時にこのウィングスを知って、なんかすごく惹かれたんですよね、その時に。でその人事の方もすごいいい方で、この会社に入りたいと思って、もう、はい、受けれる職種を受けようと思って、総合職と CA を受けた結果、選んでいただけたのが、この CA というところで、なりました。結構いい。何で知ったんですか？ウィングスですか？いや、なんか、就活を航空業界に絞ってたので、ちょっともう、存在というか。ええ、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 ええ
思う時たくさんあるんですけど、お客様の素敵なエピソードとかが自分が実際にあったりとか、あと周りのクルーからのお話聞いたりとかして、すごいあ、よかったなって思う時もありますし、あとやっぱりこう女性が多い職場なので、自分が将来こういう女性になりたいなって思わせてくれるような先輩がすごいたくさんいらっしゃるのが、本当にこの会社の支援になってよかったなっていうふうに思います。私はなんか仕事の中でもすごく間近で、例えば富士山が見えたりとか、もう真下に日本アルプスが見えたりとか、なかなか見られない景色を仕事の中で見て、お客さんと一緒にすごいですねとか言いながらフライトしている時がなんかすごい贅沢な瞬間だなって思っていて、親が私の便に乗ってくれた時は本当に嬉しくて、また機会があれば乗ってもらいたいなって思ってます。ちなみに2人は親御さん乗せたことありますか？はい、私も去年家族全員乗ってくれて、兄弟と親と乗ってきて、すごい恥ずかしかったんですけど、もうめったに褒めない兄からなんか成長したなとか言われてなんかちゃんと働いてて安心したみたいななんかそういう言葉ですけど、ちょっと嬉しかったりとかありました。偶然父が能登に出張に行くときに、私が乗務する飛行機に乗ってきて、チーフパーサーの方が父が座る席の近くのポジションになるようにアサインしてくださって、父の本当に目の前でこれぐらいの距離でお会いしまして、父はすごいずっと下を向いて最終的に写真を撮って降りてたので、すごいちょっと嬉しそうでした。ありがとうございました。